そうだね。やいかねんからな、お前。ほんまにか？さ、結局、ろうそくとクレヨンどこで使うんか全然わからんのよな。非常階段の鍵か、とりあえず、当面は。あとこれ、セーブする前のところまで戻ってしまうだけやんな。これが拾えてなかった。そう、これがさ、その非常階段2階の鍵、いつもの色違う室外機の下。室外機っていうのは、どっか、多分この階の部屋のどっかにあるんだろうな。とりあえずセーブしたいな。れ？ 室外機探しとったけどさ、このイベントそういえばまだ見てなかったな。しかも鍵というよりは引っかかっててみたいな感じになってる。あ、鍵かかってんのかい！かかってないんかい！ あれ？鍵は？ いや、ぶっちゃけさ、室外機探しとった時でよう考えたら室外機やけ、室外にあるわけないよね。ほら、よう考えたら室外機ってさ、部屋の外って書いてる室外機のにさ、部屋の中で探しちゃったよ。ドワーは俺はほか。リネン室な。なんだい？何のこと？あら、挟まれちゃった。ああ、またエロいシーン俺に提供してくれる。さらっとちゃんとパンツ見えとるしな。胸の谷間がね、エロいしな。なんかいい具合に引っかかってしまったんじゃ。わお。くねくねして、エッチ。タッチ。この扉は何だろう。開くと一歩の棒が飛び出している。なんかアイテム使うの？ここで。ハンマー。 違うな。ろうそくクレヨン関係あるか、これ。 使ってみようか。なわけないよな。この扉は何だろう。開くと一本の棒が飛び出している。なんかあれだろう。ハンドル的なもんがある的な話をしたんだろうかな。ハンマなんかアイテム、これ、なんかあるんかな？挟まった状態で、あ、なんかすごいシュールな光景がある すごいシュールな光景を見ている気がする なるほど。これを解決するようなアイテムないんじゃ。ごめん、待っとって。それにしてもちょっとシュールな光景を見てる気がする
そういや、離乳室調べてなかったな。田中倒れとって、調べてなかったっけ？ 覚えてないわ。あ、でもこの、窓があったみたいな話をしよったけど、今はそういうところじゃないって話か。さて、どうしよう。まだなんか調べ足りないものがあったかなって。入れんけんな。結構、多くの部屋が入れん状態やけんな。鍵がもう全く関係ないもんはなってしまったからな。なんか調べてないもんがあるとしか考えられんけど。ああ、なんだ、こんなところに、まだ調べてないもんがあったんじゃ、クランクハンドル。これか、こんなところあったんじゃ。あ、それともこれまでは何の反応もなかったけど、みたいな。このハンドルが必要だって分かったからこれ目に留まったみたいなところあるんかな。何それ手に入ったな。必要なアイテムが。よっしゃー。待っとれよ、アーズニャーン。今は助けるからなー。よっしゃー。もうちょっとこれ、すごいシュールな光景だよな。穴から抜けようと思っとったらお尻が挟まって動けないみたいな感じの。向こう側からお尻襲われてないから大丈夫かな。足なんですよね、残念ながら。残念ながらじゃないけど。ですね。あれ？でもよう考えたらこれなんだろうな。えらい上合、間開けて、ろうそくとクレヨンがあるけどさ。あれ？もしかして探索に関係ないアイテムなん？クレヨンとろうそくって。なんかそんな感じがせえへん。間開いとる。ここのアイテムもなんかちょっと気になるけど。まあとりあえずハンドルか。ハンドルを差し込んで回すと、防火シャッターがゆっくりと持ち上がった。よし。よっしゃよっしゃー。これでこの先にも進めるんじゃ。進めるんかな？進めはせんか。扉があかんけんさ。よかったよかった。なんかあるね。ようやく離乳室でイベント始まるな、これ。窓を調べろって話だったな。調べようって。さっき調べたけどさ、何の反応もなかったけんな。ながんな。ああ、それ、錆止めを探してこなあかんってこと？それさ、遠回りに錆止めを探そうって話か、お前。結構探したけどな、俺。クレヨンさ、塗りつけたらさ、滑りやすくなったりせんかな。 ないか。なんかあるんじゃな、錆止め的なもんが。どっかに。これまで調べたけど、反応がなかったところとかある、出てくるんだろうな。おそらく。あ、それも取れるんじゃ。あ、三脚取れたんじゃ。取って何なんだろうな。 あ、
もういいやろ、三脚とか。え？三脚でぶち破るん？三脚でドーンってやってぶち破る感じなん？バイオレンスなこと考えるな、君たちって。え？なんだろう？もっと早い段階で三脚で取れたんかな？あったからなんだという話なんやけどな。三脚あるからなんだという話なんやけどな。そりゃ、このバカのね してんじゃなかったなって。やってなかったな。この操作してなかったなって。パンティータイムはもうさ、散々パンティー見たけん、もうなんか興奮せんけんいいよなって思う始めてくるけどさ。この子知ってね、ちょっと操作してなかったなって思って。そりゃそうとなんもないな。アイテムが。あるもんでどうにかなるもんなのか。それとも、新しく何か出とんかな。おい、なこれ。あ！なこれ、なこれ。あ、これ室外機？これ室外機？ちゃうよな。カプセル！あー、なんかあるんか。俺さ、こういう感じの馴染みないけど、あれ、あるんかな？なんかこれでカプセルで、なんか、ここの、なんか、働きよる人たちのところ、なんかそういうフロントとかになんかメッセージ送るみたいなんかさ、来た！全然俺リアルで見たことないけど、こういうのがあるんやなって。会議か！おうおうおう。これでこれまで入れんかったところ行けるようになったんじゃ。こういうあれあるんじゃ、ホテルって。知らんかった。田舎者。俺は田舎者で。オーラは田舎者。ケースケット！パニック、パニック。よっしゃ。じゃあさ、サマロに行こうぜ。マップ見ましょう。なんかちょっと今、ジョジョ立ちしとった。今ちょっとジョジョ立ちしとった。左の方やな。ここがそもそも何号室？あ、すぐ左のと、左やな。見てみなさん。メニューを開いたらこんな感じのポーズになります。当たり前だ、いっそ、みたいな感じや。二人はこんなところでさ、こんなことに巻き込んで、お前は先輩やぞ、お前。そんな堂々と立っとうけどさ。ここか。ここは入れるようになったんじゃ。新しいところ。あっしゃ。じゃあちょっとさっきパンティータイム入れんのかい。え、入れんのここ。あ、ここ逃げ込んでもダメなんじゃ。パンティータイムしとこうかなと思っとったもん。あ、ええな、ガラス片。わ、自殺とかでなんか、外国とアメリカの映画とかでさ、自殺の時にこれ首でグッてやる時あるよなって。ムカデ人間見たけんさ、男の人が最後これで、言わないでおこう。ネタバレだ。細長いストロー。いや、ゴミだろ。いや、これゴミだろ。ゴミ箱に入れてなかっただけでゴミだろ、お前。使わんだろ、そんなもん。どう考えても。電話。留守番電話サービスに接続します。メッセージをお預かりしました。これは。お、手紙。手紙っていうか、日誌やな。着ぐるみの設定について。ファンタジーランド閉園に伴い扱うことになっていた着ぐるみですが、予定通りに本日搬入完了しました。あ、そっか、ファンタジーランドが閉園したけ、そこの着ぐるみをこっちに移した感じなんじゃ。シフトメンバー事前に用意していたエントランスのショーケースへと設置しました。ふんふんふん、なるほど。テレビチェック。まあ、使うわな。でしたが、名もなし。あとは、なこれ。戸棚。名もなし。下は？名もなし。くすかやな。なんか進展が、あ、入れる！あ、来たー！潤滑油！やったぜ！これでいけるな。
あ、ストローってそこ、それのストローだったんじゃ。あ、なるほどね。すごいって察しただけだろ。なるほど。スプレーオイルの缶のストローだったんじゃ。ただのゴミ拾い上げて何なんだろうって思ったわ。もう一回セーブしとくね。あと、離縁室だったな。到着。ここでアイテムを使って、お、動きが出た。だいぶ時間が経ったんじゃ。うわっ、怖っと、エッチー、みおちゃんも割とおっぱい大きいね、君。やばいな、これ。なんかさ、日暮らしの泣く頃にで、これでさ、シオンが落下するような、あれあったよなって。こんな感じで窓を渡り寄ってさ、ごめんね、サトシくん、みたいな感じ。あ、それを切るためのガラス片や、もしかしてこれ。あ、そのためにガラス片持ってきとったんじゃ。あ、これでビニール紐を切るためにガラス片持っていこうか。いや、そんな発想ならんだろう。しかもビニール紐のことなんかわからんかったっけ、余計拾わんだろ、ガラス片なんて。何のためにガラス片拾ったお前ら。絶対あの状況でガラス片なんか拾おうなんて思わんだろう。結果は逆に役に立ちそうやけどさ、紐を切れそうなもん見つけてしまったわ、先に。偶然すぎるけどな。とりあえずパイタッチとこ。揺れる。こんなんで切れるん？切れたわ。割と脆いビニール紐だったんじゃ。よう、そんなんで、くくっとうもんな。巻きついとるっていうか、くくっとうもんな。誰かが意図的にやった感じ。紐は切れた？これで非常階段への扉も開くんじゃないかな。よっしゃあ。さすみよ。あと、意外とおっぱいがエッチ。この子をさ、蓋は、なんか、両思いになったらちょっとちょろそうやしさ、毎朝ちょっと揉ませてくれるかもしれんなって、そういう妄想に駆られる。よっしゃ！何気に初めて外出れるで。外出たで。で、ここに室外機があるけん、その下に鍵ってことかな。まだちゃんと開いてるな。何？なんかある？おいおい、気になるだろう。気になるだろう。なな、今の叫び声が聞こえたような感じがするけどさ。なな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 なちゃん。パンツは水色、なな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 、アホ娘。室外機、そういや室外機とか見てなかったな。バリバリ外出ちゃったけど。落書き。わあ、やばい。待てよ。電話ないけどセーブできたくない？もうセーブ、これ以降セーブできるポイントなくなったかな？あ、室外機。あ、鍵あるな、今。よっしゃー。非常階段2階の鍵。え、待て。あ、そうかそうか。建物、
外出たけん、もうそのまま帰ればええやんって思ったけどさ、あれか、3人からしてみたら、まだお友達がおるけんみたいな感じなんかな。もうまだ帰れませんみたいな。帰らん方が。お友達ちょっと救出するまで帰れんわみたいな感じなんかな。よっしゃ。ここはゴミだっけやな。で、もうお友達を救出して出ていけるような状況にはなっとうってことかな、これ。非常階段の鍵が手に入った。2階の。これで探索の範囲が広まったが、そこに友達がおるのかと。あと、外に出たってことはさ、なんかここでもなんかありそうな気がするんよなーって思うわけよ。あるだろ。絶対あいつ外まで追いかけてくるよって。あ、こっち行けるか、そもそも。まだ絵があって、探索できるものがまだありそうな感じ。外に出ちゃったな、もう。帰ろうと思えばもうこっから帰れるか。あ、セーブポイント？これ。よっしゃー。外でも一応あるんじゃ。久しぶりだわ、公衆電話。ああ、よかったよかった。え、もう出ていける感じ。なんこれ？なにこのお風呂？なんなんこれ？なんのための建物か全、なんか意味ありげな、ほこらを見つけてしまった。なんか、エンド分岐とか、もう最後の最後になんか関係してきそうな感じのものを見つけてしまったけど。とりあえずもうここまで何もないけん、2階からこの鍵開けて中入ろうみたいな感じか。どうやってウェイ君？よし。ちゃ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 。オッケー。ここやな。ここが開くわけじゃ、つまり。よっしゃ。戻ってきました、2階。で、そっからどうすればいいんだろう。これで2階、1階って行けるのはいいけど、2人からしたらあれじゃ、友達はどこだみたいな。この3人からしてみたら友達はどこだの状態なんやな、確か。はい、パンティータイム。あれ、カラカラカラって言ったのにさ、入ってもんかったな。ただパンティーを眺めるだけみたいな感じ。白に見えるけどピンクなんだぜ、みんな。これはあれかな？友達を探すってことでいいんかな？それとも、一回ちょっと行って、出入り口はいけるかみたいな試してみる、あれなんかな？ちょっとさっき出入り口一回行ってみるか？あ、髪の毛かこれ。あるわけないだろ、こんな。そうやな、髪の毛ぐらいなんだって話だよな。いや、別にいいやろ、髪の毛ぐらい。そうだ。嘘なの？え？ いや、冷静に考えたら髪の毛だらけでも別にええやんってなるけど、俺は。俺だったら。お前だ、髪の毛ぐらいいいだろうって話だよな。俺としては。いや、どういう状況かわからんけどさ、とりあえずさ、振り下ろした時に横に通るパターンで行けば割といけるんよ。俺のゲームとしてはいけるんよ。ええー。
駐車場？そう、確か地下にある駐車場へ降りられた。あ、地下あるんだよこの建物。あ、よかった。ここ通らなくていいわ。ここ通ればよかっただろうに。地下怖いぞ。地下なんかあるんじゃ、そもそも。地下があるとは思ってなかった。地下ね。あ、こっからさらに左に行った時か。イベント発生させたんでセーブしまーす。メッセージをお預かりしました。ここか、駐車場じゃ、ほんまに。落書きもあって、おーっと、地下だけにちょっと雰囲気があるね。お、ここでも隠れる。これは？お、マッチ。お、ろうそくがあるけんな。ようやくろうそくが意味を出してくるか。マッチ。どう考えてもろうそくとセットよな。まあちょっと何に使うかわからんけど。まあ今使うところではないのは間違い。な、雑誌がある。あ、新聞があるやな。無理、え、親子無理心中。あー、いいよってやつやな。無理心中で、レジャーホテル、ホテルイザナミ、ここやな。オーナーを務める男性とその長女、女の子だったんだな。娘。子供は女の子だった。が、遺体が発見されて、現場の状況から無理心中を行ったとみて、警察は調査を進めている。はいはい。おっと、まだ雑誌がある。まあ、なんもないんか、でも。これはさっき見た。ホテル、イザナミ。ここでも書かれる。ん？何反応したこれ。ここか。いや、ここもやないかーい。もうええやろ。覚悟を決めてこの中へ逃げ込もうとかならんか。これは予想しなかった。こっちもそうだったわ、みたいな。でもよう考えてみたらそうやな。一階の入り口でこうだったら、他の入り口もこうだとってもおかしくないわーって、よう考えたらなるよな。いや、通れや。いや、書き分けて通ろうとかならん。いや、もうここから出ればええやんって。まずここをかき分けて出ようっていう発想に至ってほしかった。それじゃあ私たちこのホテルから出られないってこと？こっからかき分けて出れんもんなん。最初からこの企画反対してればよかった。今更やけんな、それは言っても。怖いもの大嫌いなのに無理してついてきた。バカみたいじゃん。待てよ、ま、え、マッチもあるし、ろうそくもあるし、燃やせるんじゃね？今思ったらさ、燃やせばええんじゃね？この状況で何を能天気にと思うかもしれないんだけどさ。お前カメラ回したら再生回数取れそうじゃねえとか言うんじゃないだろうな、お前。これってもしかしてやっぱり全部私の友達が仕掛けていることだったり。現実逃避か。そっか、現実逃避し始めたな、お前。なわけあるか。てか、友達どこ行ったんだよって話だけどな。何を根拠に。だって、幽霊なんているわけないし。身も蓋もないね。レースなツッコミ。これだけ的確に出口を塞がれてるのも、ほら、友達には事前に見取り図を渡していたからで、二重ドッキリっていうのかな。ドッキリを仕掛ける側が、立ち笑い友達やな。さっきナナが自分
めっちゃ手混んでるなおい。もう関係ない人間がどんどん出てきようなわ。そんな人数かかっとんかって話やん。なんかそういう部活動あるんか。そういうなんか部活動あるんか。なんか映画部がかかっとんか。なんだこの BGM。 お前ちょっと、ゲームの演出がなんか頭狂っとるわ。どうしてこんな BGM 流れるんだお前。少しどころじゃねえだろお前。パーティーだよ。パーティーが始まったよ。いや、俺にとってはこの BGM がドッキリだったわな。こんな BGM 流してくるとは思わんかったもん。まとまらんの。この BGM まとまらんの。まあ、トレーダーが気にしとんか、お前は。もうホラーゲームじゃなくなり始めとるんじゃよ、お前。雰囲気が、お前。このままエンディングに突入していくんじゃないだろうな、お前。ほんまに、お前。あのホラーの雰囲気仕事してくれ。どうしたろ。ほうほうほう。ちょっと怖がりさんだな。あー、ようやく止まった。戻ってきたわホラーが。そういえばあったね。そういえば髪の毛に襲われたこと。そうか。じゃああれか。ごめん、話あんま聞いてなかった。
とりあえずセーブしたいんですけど、どっかでなかったっけ？電話どこなかったっけ？セーブできん。あれ？